こっちの癖のない、なんか、丸い甘みの方が、こっちの方がとっつきやすいなっていう風な感じはします。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、電波チャンネルの電波下申します。はい、今日はね、リキッドの紹介になります。モンスターベイプの、ザ・ヨーグルトになります。こちらね、フレーバーキッチンさんから提供いただきました。ありがとうございます。あれですね、モンスターベイプの、まあ、フレキチ別注のやつですね。まあ、これより前にね、3本とかやってるので、まあ、そのシリーズみたいなもんだと思ってください。で、ね、モンスターベイプ自体は、マレーシアのリキッドメーカーですね。で、じゃあ、まずは、商品の、説明を、ホームページに書いてあった説明を読んでいきます。ザ・ヨーグルト、多種多様なフレーバーの中でも熱狂的なファンが多いことで知られるヨーグルト系のフレーバーのリキッドです。よくあるヨーグルト系のフレーバーというより、ヨーグルトのような、甘みを感じる味わい。清涼感もあり甘すぎず、上飲リキッドにもおすすめです。パッケージには、可愛さ重視のためイチョウが書かれていますが、実際にはプレーン味ですのでご了承ください。VG70、PG30。って感じですね。で、60ミリで、1680円で売ってますね。確かに、これさ、確かに、ちょっと誤解するよね。いちご乗ってるからさ、なんかさ、ストロベリーヨーグルトみたいな、ストロベリーヨーグルトって普通に美味しそうじゃない。美味しそうだからさ、なんか確かに勘違いしちゃいそうだなって感じがしますね。で、ヨーグルトに関しては、私ね、ヤクルトみたいなリキッドとか、あと最近で言うと、こういうやつね。もっこりヨーグルトね。これもっこりヨーグルトね、これ名前良くないなと思うんですけど、ふざけてるなと思うんですけど、最近だとこれをちょこちょこ吸ってましたね。今日使う、アトマイザーたちはこんな感じですね。まあ、いつもの、一面ですね。設定はね、ここら辺にね、テロップで出しておきます。じゃあ、まずは、MTL からいきますか。もうね、もうこのモッドをね、15W 以外に、ね、設定したのね、最後いつなんだろうって感じなんですけど、15W で吸っていきます。MTL なんですけど、甘さはちゃんと出てますね。ちゃんと、そのヨーグルトみたいなところの甘みがちゃんと出てますね。なんで言えば、すっきりとしたリキッドではない、間違いなく。この MTL に関しては。結構甘みが甘ったるく出てて、かつ、その上に、そのヨーグルトの酸味とかミルク感みたいなのが上に乗っかってるっていう風な感じですね。確かにヨーグレットって言われると、あ、ヨーグレットだなって感じがしますね。かなり、その甘さの上に、ヨーグルトのミルク感と、あとね、酸味が乗っかるんですけど、かなり丸っこいんですよね。だからかなりね、全然嫌味なね、ところがね、感じないので、すげえ吸いやすいし、ちゃんとヨーグルトっていう風な味が認識できるなって思います。乳臭さみたいな、その、まあ、ミルク系リキッドを語る上で、どうしても避けれないところが、乳臭いっていうのをどこまで感じるかだと思うんですね。で、私ね、乳臭さ、敏感度で言うと、多分普通の人よりちょっと高いぐらい。まあ、本当にダメな人まではいかないんですけど、そのぐらいなんですけど、まあ、この時点で乳臭さみたいなところは全くないんですね。牛乳の甘さとか丸っこさに、その、酸味が、まあ、丸めの酸味というか、あんまりね、トゲのない酸味なんで、なんか本当にそういう意味では、ちょっとその、ヨーグルトの酸っぱい系のお菓子が好きみたいな。それこそね、ヨーグレットみたいな、その酸っぱいのが主軸じゃなくて、甘酸っぱいの、酸っぱいの方が、好きな人には結構いいなって思いますね。じゃあ次、肌に行きます。一応ね、これね、清涼剤入ってるんですけど、清涼剤の恩恵を受けるのはここからかなっていう風な感じがしますね。MTL だとね、多分ね、ほとんど清涼剤みたいなところはね、感じないと思います。で、ここになってくると、その清涼剤の軽やかさっていうところが出てくると思うんですけど、あそこの清涼剤の強さっていうところと、その甘さのもったり感、ミルクと甘さのもったり感っていうところが、なんかね、
なんかね、拮抗してるみたいな感じですね。ちょっとね、こっちと比べると、その甘さになんかミルクによるちょっとしたもったり感というか、あの、ちょっと質量のある甘さというか、なんだろうね、あの、ミルク系の菓子のあの重さみたいなところを感じますね。で、それに対して、酸味っていうのもある程度強くなってるんですけど、同じ、なんだろうね、同じ傾きで、成長してるわけではないというか、甘さとそのミルク感っていうのが、なんかあのね、45度ぐらいで進化してってる、な強くなってってるっていう風に、捉えると、酸味はね、多分ね、20度ぐらいの高さ、傾きぐらいで今出てるのかなっていう風な感じがしますね。なんで、どっちかっていうと、なんか甘めで重たい系のリキッドになってる感じですね。ただ、その清涼剤が入ってるんで、なんだろうね、べったりした甘さっていうほどのところではないなって、べったりはしないんですよ。べったりしてないんだけど、なんか重い、甘ったるいな、みたいな、そういうところを、なんかミルクっていうところで、嫌な感じにはしないんだろうなって感じがしますね。よし、じゃあ最後に、ケニーです。いきます。なんかね、なんだろうね。あのね、個人的には、あんまりこれ炊くのおすすめじゃないかもしれないね。私ね、この3つで多分 MTL が一番うまかった気がする。ここまで来るとね、ちょっと甘さが飛んでいる。で、酸味がものすごく強くなってる。で、ちょっとね、あのね、そこのね、バランスが崩れたことによって、ケミカル的な、なんかね、味がね、ちょっと、なんだろう、甘さがいて、酸っぱさがいて、っていう風なところで、ここの多分ね、ここのね、なんて言えばいいんでしょうね、ここの差分のね、ここの縦の面積のところを思ったるい、みたいなさ、ちょっと丸っこい甘みだね、っていう風に言ってたんだけど、ここの位置関係がね、かなり逆になってて、で、ここの断面積のところを見ると、なんかちょっとね、ケミカル感を感じる。っていう風な感じがしますね。味の構成としても、まあ、清涼剤がめちゃめちゃ強くなって、まあ、もちろん、こういう出力なんでめちゃめちゃ強くなっちゃうっていうところと、あとはその酸味のバランスがちょっと悪くなってるなっていう風に思うので、個人的には今までのリキッドの中では、そのなんかさ、爆炎で炊くと、すごいマレーシアっぽくなるとか、なんか昔のリキッドってこんなだったよね、みたいなさ、いい意味で荒れてるんですよねとか言ってたじゃないですか。これはね、悪い意味でおすすめはしないですね。すごく悪い意味で味が傾いてるっていう風な感じがするので、なんだろうね、その酸味が出すぎちゃってて、その酸味が出すぎると、ちょっとケミカルな感じになっちゃうよねっていう風なところにちょっと入り込んじゃってるのかなって感じがするので、個人的には、まあ間違いなくこっちの二つのどっちかっていう風な感じがしますね。で、なんだろうね、丸っこい甘みであればこっちで、思ったるい甘みであればこっちみたいな、ちょっとよくわかんないことになってるんですけど、個人的にはね、MTL が一番、なんか、個人的には美味しいなっていう風な感じがしますね。その甘みの丸さみたいなところがすごいとっつきやすいので、で、こっちはね、その、なんて言えばいいんだろうね、そのミルク感の、丸っこい、思ったるい甘みが好きな人だったら多分癖になるぐらいの時にはなってるのよ。引っかかるようになってるのよ。なんだけど、個人的には、その、こっちの癖のない、なんか、丸い甘みの方が、こっちの方がとっつきやすいなっていう風な感じはします。でね、まあ、さっき、画面に出したんで、これとの違いみたいなところを話していくと、これはね、爆炎で炊いた方が絶対美味しいのよ。これはね、爆炎でバッコバコに炊いた方が絶対に美味しくて、で、全体的に、こっちの方が爆炎寄りで、こっちの方が MTL 寄りなのかなっていうので、十二分に、類似のリキッドとはいえど、住むところが違うね、みたいな、僕三鷹で、なんか僕八王子みたいな、なんかそのぐらいのちゃんと住み分けができてるのかなっていう風な、感じはしますね。で、あとね、もっこりヨーグルね、私ね、
ちょっとね、これ昔のリキッドあるあるなんですけど、なんかよくわかんない味のゾーンがあるんですよね。なんか、スパイシーと言ったらいいのか、なんか甘いところと言えばいいのか、よくわからない、なんか、なんかよくあるじゃない、その会社のさ、引き出しにさ、他の引き出しはさ、みんな結構綺麗に整頓されてるのにさ、一つのさ、引き出しだけさ、一時的な置き場みたいなところがさ、永久的になっちゃってさ、ジャンルが全くわからない引き出しとかあるじゃない。あれみたいになってるんだよね。ただ、こっちは、そういう変な、変な領域が展開されてないので、こっちの方が味としては、なんかリーンな味がしますね。なんだろう、ヨーグルトの、主成分だけで作りましたよっていう風な、そういう、純度の高い味はすると思います。こっちは、まあ、純度は低いんだけど、その荒々しさと、なんか昔ながらの良さ。なんか昔のリキッドってそういうところがあってうまいよねって言ってた節も正直あるので。っていう意味で、もっこりとは、もっこりヨーグルトはかなり立ち位置が違うなっていう風に感じました。かなり酸味も控えめだし、で、酸味を強くするとちょっと味の構成自体がひっくり返っちゃうっていう風な特性もあるので、そんな感じですね。まとめると、個人的には、MTL が一番美味しかったな。まあ、MTL に関しては、全体的に、尖りが少なめというか丸っこい。で、甘みが、結構強めの甘みがベースになってて、その上に、柔らかいミルク感っていうのと、控えめな酸味っていうのが、上に乗ってる。で、周りに、ついてる。っていう風な感じですね。なんで、かなり尖りは少ないんですけど、個人的にはとっつきやすいミルク系フレーバー、ミルク系ヨーグルト系フレーバーっていう風な感じがしますね。で、こっちに関しては、ハダリに関しては、甘みがちょっと、甘みが結構強くなってるのと、ミルク感が結構強くなってて、ただ酸味はそんなに強くなってないので、ミルクに関する甘みっていうのが、すごく、強めに出てるというか、結構重めに出てるっていう風な感じがするので、ミルクの風味はすごい好きで、ミルク、なんか砂糖をぶち込んだ牛乳が伸びてんじゃわしはみたいな、なんかそういう人だったら結構いいかもしれない。ただ、こっちよりかはちょっととっつきにくいよって、そのミルクに関する重ったさとか、そういうちょっとした、ミルクの癖みたいなのが出てきてるので、とっつきにくさはこっちの方が高いと思いますね。で、ヘンリーに関してなんですけど、これはね、正直ね、私は全然おすすめできないです。酸味がすごく強くなってて、甘みがちょっと飛ぶのよね。なんで、その甘みと酸味のバランスが完全に逆転してしまっていて、それで、酸味のエッジがすごく強くなった結果、ちょっとね、酸味で出しちゃいけない、ちょっとケミカルなところに、ちょっとね、見え隠れしてしまってるので、ちょっとこれは、そもそもリキッドの組み立て方として、爆炎は多分想定されてないなっていう風な感じがします。味がバラバラになってるとか、人によってはとかそういうことではなく、単純にリキッドとして、構成がちょっとこういう出力向きじゃないなと思います。はい、というわけで今日は、ザヨーグルトやってきました。あれですね、商品ページ私のブログ経由するんですけど貼っておきますのでちょっと気になった方は見てみてください。個人的にはね他のセッティングも試したんですけど細めのゲージで20ワットぐらいの、もうなんかね、重めの DL の RTA ですると、なんかすっごいちょうどいいなっていう風な感じがしますね。ワッテージ言うとこことここの間ぐらいになるんですけど、で、細めのワイヤーでちょっと涼しめに吸うみたいなやり方ですると、こことここの合いの子みたいな感じができて、すっげえ良かったですね。はい、以上になります。ありがとうございました。